それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴスムーズだ。スイコレそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもないから、スイコレするのはなぜか。こんなもんじゃないはずだ。どうしてスイコレ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感を、五感の全てを総動員して、この体に刻みつけてやる。さあ見せろ。スピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原がそこ差は開いてないぞ。だスタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だな。キューブ前提だったら藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえだ。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーって聞いてた。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。なんださっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ。めちゃくちゃだけど早い。あ、うん、おっと、思い出した。この下品でブチ切れでバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、うん、100万年会えば。信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。
本当に大丈夫なの？わかんねえよ、そんなの。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。どうよ、全長25キロと比較的短い。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なら間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。ケースから、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪神にせよ完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線に信彦が前だって。本当だ。よし、いいぞ。押さえてる。行け。なんだ、信彦じゃない。はあ、どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないんだ。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリ泣いてたけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なくて滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着がブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力を失す。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。副助手のアドバイスもこういうことだったんだね。アドバイス？何が？チャンスは薄楽、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
ー